皆さんこんにちは。今回はコーンマヨパンを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは普通くらいです。練り時間は7分ほどかかりました。生地が練れたら一時発酵です。30度で60分発酵させてください。一時発酵が終わったらガス抜きをして5分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。10分ほど生地を休ませてください。ベンチタイム中、具材の準備をしておきます。コーンにたらこマヨを入れて和えておいてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。まず生地を楕円型に伸ばしてください。生地を伸ばしたら先ほどのコーンマヨを乗せます。具材を乗せ終わったら二次発酵です。30度で30分発酵させてください。二次発酵が終わったら卵を塗ってから焼成です。190度で17分焼いたら完成です。